本日は京都コンピュータ学院デジタルの日記念講演会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。デジタルの日とは、デジタルについて定期的に振り返り、体験し、見直すための機会として、デジタルに触れ、デジタルを感じる国民全体の祝祭を目指しています。初年となる今年は、デジタル技術でよく使われる二進数の数字である1と0で構成される日として、10月10日、11日がデジタルの日となりました。本日の記念講演会は、一般社団法人情報処理学会様の共催をいただき、実現しました。情報処理学会は、情報処理分野における我が国最大の学会として、発展する情報処理分野で指導的役割を果たすべく活動をされています。また本学京都コンピュータ学院は、1963年に創立した日本最初のコンピュータ教育機関です。創立以来、教育、実習、研究で使用してきた歴代のコンピューター等を KCG 資料館として保存、展示してまいりました。同資料館は2009年に情報処理学会より分散コンピュータ博物館として認定を受けています。これまで日本各地の中学校等から京都への修学旅行を兼ねた KCG 資料館への社会科見学、NHK をはじめとするメディアからの取材、また大型計算機等を開発された当時の技術者の方の見学会など、さまざまな方々にご来館をいただいています。本講演では、我が国のコンピューターの歴史を初期から発展期を中心に、 KCG 資料館に保存・展示されている資料を紹介しつつ概観します。本日の講演者は、情報処理学会歴史特別委員会委員長、八田博史様です。それでは八田様、よろしくお願いします。どうもご紹介ありがとうございました。今ご紹介を受けました、八田です。私は情報処理学会ではですね、いろんな委員とか理事、幹事等をいまして、1999年から2000年の2年間、副会長をやらせていただきました。で、2003年からこの歴史特別委員会の委員になりまして、2006年に委員長になって、その後ずっとこの活動を続けております。で、この歴史特別委員会というのは、日本のコンピューターの歴史を記録し、それを次の世代につなげていこうと、継承しようという趣旨で活動いたしております。で、我々の活動の成果としては、過去に日本の歴史に、コンピューターの歴史に関する本を3冊出しています。一つは黎明期から1960年頃まで、次が1960年から1980年頃まで、そして1980年から2000年までということで、3冊の本にしてこの成果を発表させていただいております。で、仕事の面では、私はもちろんもうすでに退職してるんですけども、現役の時は NEC でコンピューターの技術者として仕事をしまして、その後沖電機のお世話になっております。で、私が第一線で働いてた頃というのは、1960年代から1980年代でありまして、この時代というのは日本のコンピューターが非常に急速に発展した時期でありまして、仕事は大変でしたけども、大変貴重な面白い日々を過ごしたというふうに記憶しております。で、今日はこの頃、自分をよく知ってるということで、この頃の歴史を中心にお話をさせていただきたいと思います。今ご紹介ありましたように、デジタルの日というのは、振り返り、体験し、見直すということの機会だそうですので、こんな折にですね、日本のコンピューターの歴史を振り返ってみるのがいいかなというふうに思います。で、我が国におけるコンピューターの発展というのは、1950年代から始まりまして、それから約40年の歴史があります。で、そこにはですね、日本が世界に誇る成果もたくさんありまして、
まあ、先輩たちがどんな苦労をし、どういう工夫をして今日の基礎を築いてきたかということがよくわかりますので、そういった歴史を振り返るのも有意義ではないかなというふうに考えております。それで日本のコンピューター発展の歴史を、まあ、記録しているものの一つに情報処理学会のホームページにですね、コンピューター博物館っていうのがあります。で、ここにはコンピューター関係の写真、記事と約2000点が収録されておりまして、アクセスは月に10万件、に達するんですが、非常に残念なことに、ここにあるものは本当に写真と記録だけでして、実物がないんですね。で、ほとんどの実物はもう捨てられてこの世にないというのが実態でありまして、まあ、かろうじて残っているものも日に日に捨てられてしまっているというのが実情です。で、本当はコンピューターの博物館、実博物館ですね。そういうものがあって、そこにそういう古い貴重な資料を保存できればいいんですけども、残念ながら、まあ、我々もいろいろ努力してるんですけども、この実博物館、コンピューター博物館の実現っていうのは今非常に難しい状況にあります。で、まあ、海外の様子を見てみますと、欧米ではですね、自分たちのそういった技術成果を保存し展示するということを非常に熱心でありまして、アメリカ、イギリス、ドイツ等に立派なコンピューター博物館があります。で、これはその一つでありますけども、米国のシリコンバレーにあるコンピューター歴史博物館です。で、ここは私も見学したことありますけども、コンピューターの発展の歴史をですね、パソコンからスーパーコンピューターに至るまで系統的に展示しているだけでなくてですね、ここは子どもたちの教育の場に使っていると。コンピューターの教育にこの場をうまく使って、いろんなことをやっているということが非常に重要だなと思いました。で、中にはですね、日本の古いコンピューターまで展示されてまして、まあ、それはもう日本にはないコンピューターなんで、いずれ将来見たくなったらですね、日本じゃ見られなくてアメリカまで見に行かなきゃいけないというような事態になるんじゃないかなと思って、まあ、我々としては一つの危機感を持ったわけです。で、情報処理学会としてどうしようかということをいろいろ考えたんですけども、まあ、コンピューターの黎明期にですね、この商用コンピューターを開発してビジネス化できたのは欧米と日本だけでありまして、まあ、その輝かしい歴史をぜひ次の世代につなげていきたいという思いでいろんなことを検討しました。で、さっき言いましたようにコンピューターの実博物館ができる見通しがない中でどうしようかということで出た結果がこの情報処理技術遺産の認定と分散コンピューター博物館の認定ということでありまして、これによってですね、今こういった資料の保存に努力している方々に敬意を表するとともに、資料保存の世の中全体の関心も高めたいというように考えたわけです。で、まず情報処理技術遺産ですけども、これは2008年度に認定を開始しまして、今までに108件を認定しておりますが、重要な技術革新、あるいは社会文化活動に重大な影響をもたらしたようなコンピューターとその関連資料というのを認定の対象にしております。これは情報学会のホームページ見ていただくと、こういうその詳細が全部ここに記録されておりますけれども、今まで108件の重要な、これいずれも今存在している資料というのが前提ですので、まあ、ここに掲載されております。で、毎年ですね、認定証を差し上げるというような形で、やってきました。それからもう一つが分散コンピュータ博物館ですけれども、日本の各地にはですね、その大きな博物館じゃないけども、規模は小さいけれども、非常に重要な資料を保存、展示しているような展示室、あるいは小さな博物館みたいなものがたくさんあります。で、そういう中から特にコンピューターに特化しているようなものを10施設選んで、
これを分散コンピュータ博物館として認定させていただいているわけです。で、これもホームページ見ていただきますと分かりますが、こういった10箇所ですね、東京農工大の西村コンピュータコレクションとか、今日お話しします、この京都コンピュータ学院の資料館とか、それから東北大学、北陸先端科学技術大学、NTT の技術資料館、計算科学振興財団の、これは主にスーパーコンピュータの展示ですけども、展示コーナー、神戸大学、情報システム研究機構の数理科学研究所ですね、この計算機展示室と日立の大三田制御資料室というような10箇所をこの分散コンピュータ博物館として認定させていただいております。で、この京都コンピュータ学院の KCG 資料館は、まあ、そういう分散コンピュータ博物館の中でも一番規模も大きくて資料もたくさん、保存展示されているところで、まあ、一番目に分散コンピュータ博物館としては一番立派だなというふうに思っております。で、ここに情緒技術遺産に認定された資料もたくさんあると同時にですね、京都コンピュータ学院が1963年に創立されて以来、教育、実習、研究で使ってこられた過去のコンピュータをたくさん保存展示しておりますので、ここへ行くと本当にコンピュータの歴史が実感することができます。で、今日のお話の中では、この KCG 資料館に保存されているいろんな資料、それから上昇学、ここにはないけども、上昇学会として認定させていただいた上昇技術遺産の中で、この歴史上、ぜひ触れておきたいようなものとか、そんなものを取り上げて、日本のコンピューターの発展、黎明期から発展期を中心にお話しさせていただきたいと思います。それで、ちょっとこの資料を用意しながら気がついたんですけども、まあ、聞いておられる中には若い方もいると思うんですが、この後話に出てきます。例えばコンピューターの回路素子で、リレーだとか真空管だとかトランジスタとかこういうの出てくるんです。多分見たことも聞いたこともないという方もいらっしゃるかなと思います。その素子の説明までしてるとちょっと時間がありませんので、もし関心のおありの方はですね、ネット等で調べていろんな情報がありますので、見ていただければというように思います。で、回路素子と同時に初期のコンピューターではメモリーっていうのは非常に、重要で、まあ、実現が難しいものだったんですね。で、情報を記憶しておくというのは今半導体メモリーを使って非常に小さなチップで大容量が記憶できますけども、当時はそういったものがないんで、みんな非常に苦労してその情報を記録させようとしたわけです。で、一つは非常に初期に使われたもの、遅延線ですね。これは非常に超音波とかですね、電気パルスみたいなものを入力して、それが遅延して出力から出てくると。いうその出力が出てきたものをまた入力に戻すということでぐるぐる回しながら情報を記憶させるわけですけども、そういうものであるとか、あるいはその後水の構成のコンピューターで使われたのが磁気コアですね。これは磁気のコアをリング状のコアをですね、マトリックス状に編みまして、そのリングの時価の方向で0か1かを記録するという、そういうメモリーです。これもそんな作りですから、まあ、大きな容量はできないわけで、こんな、布みたいなところにコアを編んでですね、ここから情報を読み出すというマトリックスになってたわけです。そんなものがあります。これも、まあ、ちょっとこれ以上の詳しいお話はしませんけども、今後の、その初期のコンピューターの中にはたくさんこういうものを使ったものが出てきます。それから記録媒体ですね。これも今は
USB メモリーだとか、簡単に情報を持ち運べる、あるいは情報の入力もオンラインでできるし、非常に便利になっているわけですが、昔はそんなものがありませんので、例えば紙テープに0か1の穴を開けて、穴があったら0だとか、なかったら1だとかいう規則を決めて、こういうふうに穴を開けた紙テープ、あるいはそれをカードにした紙カード、こういったものが媒体として使われました。これコンピューターの入出力機器に紙テープリーダーだとかですね、パンチカード、入力装置とかいろんなものが後で出てきますけれども、こういう媒体は使ったものです。まあ、そういうように今、昔のコンピューターの使っている素子、メモリー、媒体からして非常に違うんですけれども、まあ、これはまた改めて別の機会にご紹介したいと思います。それではコンピューターの話に入らせていただきますが、まあ、世界で最初のコンピューターは、何かっていうと、まあ、いろんな説があるんですけども、一応エニアックという1946年にアメリカのペンシルバニア大学で開発されたコンピューターということになっております。ここではですね、真空管1万8000本を使ってですね、その消費電力は実に 150kW だったそうですね。発電所が必要なくらい、の、消費電力があるコンピューターで、これは弾道計算を主に目的として開発されたものですが、演算能力は毎秒5000回というような能力だったようです。で、これに対して、まあ、日本でもですね、それに遅れてこういった成果を勉強してですね、真空管コンピューターの研究開発というのが始まりました。1950年の大阪大学。から富士写真フィルム、あるいは東京大学とか電気試験所とかですね、そういうところで真空管を使ったコンピューターの開発が始まりました。で、これは情報処理技術遺産にもなってます。大阪大学の真空管計算機なんですが、大阪大学ではですね、城先生という方が、もう戦争中から、第二次世界大戦中から計算機械の研究をやっておられたようなんですが、このエニアックの話を聞いて、それをフォローするような研究を始められました。で、牧之内先生とか安井先生などと一緒にですね、真空管を用いたコンピューターを1950年に試作的なものを作られまして、続いて大型計算機の開発に着手されました。で、それが大阪大学の真空管計算機なんですけども、真空管を1500本、ダイオードを4000本使ったということで、クロック周波数はですね、1メガヘルツだったそうですが、加減算は40ミリセカンド。それから、まあ、1秒間に25回ですか、その演算ができたというような性能のコンピューターを作りました。で、ここでは記憶素子には、当時の電気試験所って今の産業技術総合研究所の前身ですが、電気試験所で開発された記憶容量が32ワードのガラスを使った固体の遅延素子を使ってまして、それを32本持っていて1000ワードのメモリーを作ったというようなそういう装置です。で、まあ日本の最初のコンピューター開発プロジェクトなんですが、残念ながら大阪大学としてはですね、この後商用のコンピューターを導入するということが決まりまして、この開発プロジェクトは中止になりました。しかしながら、最初の開発プロジェクトと、日本で最初の開発プロジェクトとしてですね、ここで得られたいろんな経験、知見が、後の日本のコンピューターの発展に大いに貢献しているというふうに言われております。それから、その次がフジックという、やはり真空管のコンピューターなんですが、これは今の富士フィルムですね。この岡崎文治さんという方によって約7年の歳月をかけて、レンズの設計のために作られたコンピューターです。で、論理回路のクロックは 30kHz で消費電力は 7kW。
加減算は 0.1 ミリセカンドというから、まあ、1秒間に1万回ぐらいですかね。そういうコンピューターを作られまして、これには真空管、2極真空管500本、から3極管が1200本使われております。こっちに見えてるのはこれみんな真空管なんですね。で、これはですね、当時はレンズを回収するための計算っていうのは、多くの、多数の女性がですね、2人1組で、対数表を片手に手回し式の機械式の計算機を使って計算してまして、このフジックを導入することによって計算速度が2000倍になったというふうに言われております。ですから非常に大きな効果があったわけで、2年間にわたってフジフィルムではレンズの設計にこれが使われまして、その後、早稲田大学に移管され、今は国立科学博物館で所蔵展示されております。でまあ、日本の真空管コンピューターを語る上では、歴史的に非常に有名なコンピューターです。それで、まあ、真空管のコンピューターが海外で随分開発されたんですが、日本ではですね、実は1954年に東大の後藤先生がパラメトロンという素子を発明しまして、これが自動素子だけで、非常に安くて安定的な論理回路ができるということで、日本では非常にこれに期待しました。でとにかく真空管は寿命が短くしですね、それからその頃実用になってきましたトランジスタはまだ値段が高くて、しかも安定性も低かったんで、とても使えないということで、このパラメトロンに期待が集まりまして、その後日本では商用のコンピューターがこのパラメトロンを使ってたくさん開発されております。で、その一つがですね、東北大学と NEC が共同で開発しましたセナック1というコンピューターでありまして、これパラメトロン1万個を使って1958年に完成したコンピューターです。で、それ以外に、東大の PC1 とかですね、旧電電公社、今の NTT の研究所で作られました、武蔵野1、武蔵野 1B といったようなコンピューター。あるいは日立のハイパック、ハイタック MK1 とか、富士通のファクム201といったようなパラメトロンのコンピューターも、たくさん商用向けに開発されました。で、パラメートルの盛んになったんですけども、まあ、残念ながらですね、信頼性は非常に良かったんですけども、トランジスタに比べると消費電力とかスピードの点で、劣っておりまして、トランジスタがだんだん信頼度も向上し、値段が安くなってきたということで、パラメトロンからトランジスタへの移行が進んでしまいまして、1960年代の前半でもパラメトロン計算機の開発というのは終わりました。で、これは日本の非常にユニークな技術なんで残念なんですけども、まあ今日まではこれは残ってない技術、過去の技術ということになっているわけです。で、そういうものと並行してですね、リレーコンピューターっていうのも各所で開発されまして、電気試験場、カシオ、富士通等で、いろんなリレー式のコンピューターが開発されております。で、この中でも非常に重要なのは富士通で開発した 128B ですね。これ情報処理技術遺産になってるんですけども、これは富士通が1958年に開発しましたリレー式のコンピューターで、実際には1959年に製造されたものが、今富士通の沼津工場の方に、池田記念館に保存されております。で、これは5000個のリレーを使って、1万3000個のリレーをクロスバースイッチでつないだメモリーを持っているというようなコンピューターでして、まあこの大きな部屋いっぱいを占めるようなコンピューターなんですけども、これの非常に貴重なところはですね、現代でも動くということなんですね。今までご紹介しましたコンピューターは、まあ、形は残ってるけれども、動くものはありません。
ところがこのリレーコンピューターのこの 18B は富士通の技術者の方々は非常な苦労をしながら今でも動かしておられます。もう部品が壊れても同じ部品がもうないわけですから、そういったものを自作しながらもいろいろ苦労して今も動かしておられまして、私も見学したことありますけども、このたくさんの何千個何万個というリレーがですね一斉に動いて、すごい音を出しながら計算するというのはまさに壮観であります。まあ、機会があったらぜひご覧になるといいと思います。でこのコンピューターの設計で重要なことは、一つ自己検査機能っていうのを導入してまして、トラブルが起こってもですね、ちょっと一ステップ前に戻ってリトライするっていう、今では当たり前の機能なんですが、当時極めて先進的な機能を取り入れてます。でこのコンピューターは国産の旅客機で YS11 っていうのがありましたけども、その開発に使われたりですね、各社のカメラのレンズの設計に使われたりということで、非常に活躍したリレーコンピューターだそうです。それから、まあ、リレーコンピューターの時代が終わると、次はいよいよトランジスタコンピューターなんですが、我が国で最初のトランジスタコンピューターっていうのは1954年に創設された電気試験所で開発された ETL Mark III というコンピューターであります。でこれは1956年7月にプログラムが動きまして、トランジスタコンピューターとしては日本で、最初のコンピューターになりました。で世界ではこれは3番目で、ただプログラム記憶方式のトランジスタコンピューターとしては世界最初と言われているようで、まあ、トランジスタコンピューターの開発では日本はかなり、世界をリードしていたということが言えるかと思います。でこれは電気試験所でやったものですけども、大学でもですね、こういったトランジスタコンピューターの開発が進められまして、一つは慶応大学で K1 っていうトランジスタコンピューターが開発されました。これは1950年に慶応大学の創立100年の記念事業ということで開発されたものでして、1959年に稼働して、その後長く慶応大学の中で計算センターとして使われたと聞いております。それから同じように京都大学と日立が協力しまして、KDC-1 というコンピューターを開発しました。これも1958年に共同開発したもので、その後長く京都大学の中で計算センターとして使われたんですけども、この同じコンピューターを日立はハイタック 102B として商品化しております。これ残念ながら本体は残ってないんですけど、今論理パッケージだけが残ってますが、これがそのに使われた論理パッケージの写真です。でどちらも今情報処理技術遺産ということで、認定させていただいております。それから同じように電気試験場でですね、指導を受けて各社でも商用のトランジスタコンピューターというのは開発が進められまして、ここに出てます写真は200-2201というコンピューターが NEC で1958年に完成しました。でこれは1959年にパリで開催されました国際展示会に出品して、トランジスタコンピューターとしては世界で初めて公式な実演を行ったということです。でその展示会には各国からですね、トランジスタコンピューターが出展されたようですが、実際に動いてデモをやれたのはこの日本からのコンピューターだけだったというふうに報告されておりまして、非常に日本のコンピューターのトランジスタコンピューターの技術がその頃世界をリードしていたということが分かる一つの事例かと思います。でこの写真、これ残念ながら実物はもう残っておりませんで、これはただ写真なんですけども、コンピューターの写真を開いたところ、コンピューターが筐体を開いたところの写真のところです。
それで、まあ、NEC ではこれに続いて商用のコンピューターの開発を進めまして、1962年には NIAP2206 という大型コンピューターを開発しております。でこれは多重プログラミングだとかですね、リアルタイムの処理機能等の機能が充実してまして、またコアメモリを内部に使って非常に高速演算ができたというような、当時としては大型コンピューターだったんですが、これは大阪大学の計算センターに1963年から使用されました。で2009年にもう使わないということで、この大阪大学からですね、京都コンピュータ学院にこれが寄贈されまして、警視自資料館に展示されております。で、まあ、動かないですけども、これを扉開けてみれば中がどんなになってるかということが見えてですね、当時の技術を知るには非常に重要な遺産だというふうに思ってます。これがコンソールの操作だけですね。あとこういったもの、入力のカードパンチだとか、紙テープのリーダーだとか、そういったものが、これが磁気テープ装置ですね。そんなようなコンピューターがあります。日立製作所ではですね、1960年からハイタック5020というコンピューターを開発しまして、その65年には1号機を京都大学に納入しております。また沖電機は沖タク5090というのを1961年に開発しまして、まあ、いろんなところを収めて、専修大学にもこれも収めておりますが、その専修大学で今それを保存展示されております。でその他富士通さんではファコム 222A とか小型のファコム 231 といったものを開発しましたし、三菱電機では高速演算の負荷装置を持ったメルコム1101というようなコンピューターを開発しております。で、まあ、ここの、これ、ハイタク5020という、これ、当時の大型コンピューターとしては非常に素晴らしいコンピューターだと思いますけども、この扉を開けるとですね、この配線の様子が分かりますけども、これがバックパネルの配線なんですね。ものすごい数のワイヤーを配線してまして、まあ、ちょうどもう配線が配線の上で重なって座布団みたいになっちゃってます。まあ、このものづくりのですね、こだわりのすごさというのを目で見ることができ、非常に印象的でした。それからもう一つトランジスタコンピューターで重要なのは、トスバックの3400です。これは京都大学と東芝が共同開発しました KT パイロットという、日本で初めてマイクロプログラム制御を使ったコンピューターがあるんですけども、その技術を利用して東芝が開発した化学計算用のコンピューターであります。で1972年に開発しまして、このマイクロプログラム方式というのは日本ではまだ珍しかったんですが、そういうものを初めて実用化して、マイクロプログラムを使ってアーキテクチャの微調整ができるとかですね、経済的にいろんな機能が実現できるとか、まあ、いろんなメリットをここで実現しました。で、これも京都コンピュータ学院で1972年に導入されまして、その時のシステムがそのまま保存されております。で、紙テープリーダーとか、入出力に使った紙テープリーダーだとかですね、カードリーダー、そういったものがつながった状態とか、これは磁気テープ装置ですね。で、これ前にあるのが紙テープリーダー。まあ、そういうものを使ったシステムとして残ってまして、まあ、当時のこういう大型コンピューターの技術を知る上では非常に貴重な資料だというふうに思っております。で、コンピューターは、今言いましたように、真空管とかリレーを使った時代を第一世代、トランジスタを使ったコンピューターの時代を第二世代、集積回路の使
かった時代を第三世代というふうに呼んでおりますが、第三世代のコンピューターがいつ始まったかというと、1964年に IBM 社が発表しましたシステム360から始まったと言われております。で、このシステム360というのは非常に斬新な考えのコンピューターでありまして、まあ、我々当時はまあ技術者としてやってたわけですが、非常に大きなインパクトを受けました。で、一つは混成集積回路という非常に小型化した回路を使ってた。からマイクロプログラム方式を使ってですね、小型のモデルから大型のモデルまで全部同じアーキテクチャで、つまり同じソフトウェアが使えるようにしたんですね。今では当たり前でしょうけれども、当時はモデルごとにみんなソフトウェアが違っててですね、他のモデルのソフトウェアを別のモデル使うっていうのは難しかったんですけれども、IBM システム360では小型から大型まで同じ命令セットのコンピューターにしまして、ソフトウェアをコンピューター切り替えても前のソフトウェアをそのまま使えるようにしたというのは画期的でした。それがマイクロプログラム方式によって実現できてたんですね。それから事務用、科学用というような分類をしないで一つのコンピューターでどっちにも使える、つまり汎用のコンピューターにしたということも画期的でした。で、これによって汎用コンピューター、メインフレームコンピューターというふうに呼ばれるようにそのようになったわけですが、この360のアーキテクチャというのは非常にきれいな設計がされてまして、私なんかも暗記するぐらい勉強したんですけども、例えば一番驚いたのはアドレッシングですね。当時のメモリーというのは何百キロバイトとかせいぜい1メガバイトとかそんな程度の容量しかなかったんですけども、360ではですね16メガバイトまでのアドレスができるように作られてました。つまり24ビットのアドレスシングだったんですね。16メガバイトというのは当時の我々が考えると、まあ、夢のような容量でですね、そんなものができるとは思いもよらないような容量だったんですけども、その後今になるととてもそんなものでは足りないという世の中になってますから、まあ、やっぱり先を見越したアーキテクチャの設計というのはいかに重要かということを実感した次第です。それから京都コンピュータ学院ではですね、このシステム360のモデル40を導入されましたけどもそれが今 KCG 資料館に展示されております。で、まあ、そこの説明にもあるので非常に興味深かったんですけども、このシステム360で使われた混成集積回路というのはセラミック基板を使っているんですね。で、そのセラミック基板の開発については京セラが協力して、まあ、京セラの力がなければこれ実現できなかったんじゃないかというふうに思われます。まあ、その辺のですね経緯が解説されてまして、 KCG 資料館にその解説が出てますので、非常に興味深く読ませていただいたことがあります。それで、まあ、こういう画期的なコンピューターが出たんで大変だということで、日本でも通産省の助成金でですね、富士通、大きい NEC で協力して、フォンタックというのは大型コンピューターを共同で開発しました。で、これはそのまま商用機にはなってないんですけども、この開発成果の技術がですね、その後のいろんなコンピューターに生かされております。で、一方、アメリカのその進んでる会社と技術提携しようということで、各社、アメリカの会社との提携を進めました。NEC はハニエルと提携しましたし、日立は RC で、富士通はですね、そういう提携の道を進まないで、独自に爆風230Cっていうのを開発して、その後独自路線に行くわけですけれども、ここにフォンタックの成果を利用したと言われております。東芝は GE と提携し、三菱電機は TRW や TSDS といった会社と提携してメルコムのシリーズをやりました。から沖電機工業はスペリーランドと合弁会社沖ユニバックというのを作りまして、ユニバックの計算機を国産化しております。
で、一方、それとは別にですね、沖ミニタクシーというのを独自開発するというように、まあ、各社いろんな方策を取って、この IDM に対抗していこうとしたわけであります。で、まあ、そういったことで、まあ、提携先のコンピューターを国産化するというのはメインになったんですけども、そういう中でもですね、各社は自分たちでその上位国産技術を生かそうということで、そういうシリーズの上位のモデル、提携先の会社が持ってないような上位のモデルを自分たちの力で開発するというようなことをやりました。で、例えば NEC ですと、シリーズ2200のモデル500という、これは提携先のハネルにはないモデルを大型機を作りましたし、日立もハイタック8500という RCA にないモデルを独自に開発しております。から富士通はファコム23060というのをこれ独自に開発して、これは京都大学に納めしてますね。1968年に京都大学に納めました。で、この写真は大阪大学に入ったモデル500の写真なんですけれども、これももう実物はありませんで、かろうじてそのパッケージが残ってるんで、情報処理技術遺産ということで、このパッケージを今保存していただいております。これがその時の IC のパッケージですね。それからそういうように、まあ、各メーカーがやってる中で、電電公社、今の NTT ですけども、NTT は自分ところのサービスに使う標準的なコンピューターを、ね、自分で開発しようというプロジェクトを始めました。これが DIPS という電電公社インフォメーションプロセスシステムプロジェクトというんですが、DIPS プロジェクトということで、日立、富士通、NEC の3社と協力してですね、DIPS1 というコンピューターを開発しました。で、まあ、DIPS1 というコンピューターを開発して、NTT のサービスで、例えば千葉銀行のシステムであるとかですね、それから科学技術計算サービスというサービスをやってましたけど、そのデモ3のコンピューター等として使っております。で、これもまあ本体は残ってないんですが、構成部品として今、ここに写真にあるコアメモリーみたいなものが残ってます。ここの、これがコアですね。で、周りがこれコネクターです。ものすごい装置なんですけども、DIPS プロジェクトは私も参加しましたけども、このプロジェクトはいろいろ世界に先駆けたですね、試みをやらせていただけたということで、技術者としては非常に楽しいプロジェクトでした。世界でまだやってなかった4台のマルチプロセッサーのシステムだとかですね、ローカルメモリとかキャッシュメモリですね、キャッシュメモリとページングを組み合わせた方式だとか、NMOS という新しい IC だとかですね、色域を16メガバイト実装するとかですね。まあ、まだ商用機器としてはやれないような実験ことに新しい試みにチャレンジさせていただきまして、まあ、技術者としては非常に大変でしたけども、非常に有意義なプロジェクトだったと思います。まあ、日本のコンピューター技術の開発を推進したという意味では、こういったNTT の役割は非常に大きいものがあったんですが、まあ、残念ながら民営化されて、今はまあコンピューターも自分で作らないで外から買うというのことで進めてられていると思うんですけども、そういういいこともあったということでございます。それから1970年になります、IBM からですね、システム370という360の次の機械が発表されまして、これは大規模な LSI を使った第 3.5 世代のコンピューターというふうに言われております。で、メモリーにこの頃から磁気光メモリーじゃなくて、半導体メモリーが使われるようになりましたし、仮想記憶方式が一般化したということで、非常にこれも画期的なコンピューターでした。で、この時期には GE とか RCA がもうコンピュータ事業から撤退するということで、世の中も非常に大きな変化があったんですが、京都コンピュータ学院ではですね、モデル138と158という代表的な機種を導入されまして、それを今も保存展示されておられます。
ですから当時のコンピューターの大型メインフレームがどんなものだったかっていうのは非常によくわかる展示になっております。だから、まあこの頃まではですね、日本のコンピューターのレベルっていうのは、事業として見た場合にアメリカ等と非常に大きな格差があったんで、コンピューターの輸入は自由化されてなかったんですけども、まあアメリカからの圧力もありですね、また日本の力もついてきたということで、1975年12月までにこれを自由化するという方針が決まりました。で、まあ突然自由化されてもみんな潰れちゃうんで、通産省はですね、これに対抗するために、新製品系列開発補助制度というのを作りまして、コンピューターメーカーを3系列にグループ化しました。で、富士通と日立が一緒になって、これ M シリーズというコンピューターを開発し、NEC と東芝が一緒になって A コスシリーズを開発し、三菱電機と沖電機がまとまってコスモシリーズを開発するというようなことで、系列を絞ってですね、ここに補助金を出していただいて、まあ、コンピューターの開発を推進したということであります。そういうことが1970年代後半にありました。アメリカではもっと新しい動きがありましてですね、1970年代になりますと、プラグコンパチブルマシン、PCM というのが登場してきました。これは IBM のコンピューターとソフトウェアの互換性がありながら価格がそれより安いというコンピューターで、 IBM のコンピューターを使っているユーザーが、別のに置き換えるときにこれに切り替えた方がずっと有利だということで、まあ、非常に大きなビジネスになったんですね。で、我が国のメーカーもこういったものに力を入れまして、1970年代の後半からはこの PCM を海外に輸出するということに非常に力を込めた大きな事業に育てました。ですから、アメリカをはじめ世界中にですね、IBM 互換のコンピューターを輸出したわけです。で、この結果、日本のコンピューターの輸出にバランスが1981年から黒字になりました。それまでは輸入一方で赤字だったんですけども、この頃から黒字になったということで、非常に日本のメーカーの強い力を発揮した時代であります。ところが、まあ、1980年代になりますと、というか、80年代にはこういったこともあって、日本のメーカーは非常に力をつけまして、メインフレームのコンピューターは世界のトップレベルになりました。NEC のエコシステム1000とか1500、日立の M200 シリーズ、富士通の M380、M38 とか M780 とか、こういったコンピューターが世界のトップレベルのコンピューターになって、これからという時代になったんですけども、その後ですね、パソコンとかユニックスコンピューターが急激に発展してきまして、いわゆるダウンサイジングというのが起こりました。こういう大きいコンピューターや小さいコンピューターにどん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 切り替わっていってしまって、いわゆるメインフレームの市場っていうのは非常に小さくなってしまいました。ですからせっかく日本世界一になったんですけども、その後では活躍の場を失ってしまったということであります。それでメインフレームの話をそのくらいさせていただきまして、次にオフィスコンピューター。これも日本独自のものなんですが、超小型の事務用のコンピューターで、これは日本独自に開発が進んだものです。1970年から80年代、日本の高度成長時代にですね、その成長を支えたと言われておりまして、1961年にカシオ、NEC、ユザク等から、このオフィスコンピューターの最初のモデルが発表されました。で、代表的なものがコットスバックの1100Dなんですけども、これ東芝が開発した初期のオフィスコンピューターで、
最初のモデルは1963年に発表されまして、その翌年に 1100Z というその大型強化したモデルが発表されております。これもあの京都コンピュータ学院で使われた凸版1100Z の、まあ、そのまま保存展示されておりまして、プロセッサーとかタイプライターから紙テープのリーダーパンチですね、こういったところからあの紙テープで、この装置のないプログラム内蔵じゃなくて、テープ、紙テープに先行されたプログラムを1名ずつ読み込んで実行するような、そういう外部プログラム方式を参考してもらって、撮ってます。ここからそのプログラムを読み込んで実行するというような、そういうコンピューターでした。これも展示されてますので、オフィスコンピューターってどんなものだったかなということがよくわかると思います。それからもう一つ KCG 資料館にありますのは、オフィスコンピューターで、やはりこれ NEC から1973年に発売されました超小型コンピューターで、これはあのバッチ処理とか、それから通信機能を持っていて、ターミナルコンピューターとしても使えたとかですね、演算素子にはあの LSI を使って信頼性を向上、性能信頼性を向上したというのが、オフィスコンピューターとして非常に発展した形の小型コンピューターです。これもあの KCG で、京都コンピューター学院で使われたシステムがそのまま保存展示されておりまして、まあ、オフィスコンピューターがどういうふうに進歩してきたかということがわかる貴重な遺産だというふうに思います。で、オフィスコンピューターは1980年代後半になりますとですね、技術進歩によって非常に小型化、低価格化しました。さっきのシステム100のようにですね、機能も高度になり、性能もですね、小型の汎用コンピューターレベルまで高くなったんです。しかしながら90年代になりますと、パソコンとかユニックスシステムが高性能かつ低価格になりました。と同時にオープンシステム化が進みました。まあ、あのオフィスコンピューターはオープンじゃなくて、各社独自のソフトを使うようなコンピューターだったわけです。オープンシステムになって広く、まあ、世の中に流通しているアプリケーションを使えるようなシステムに変わってきたので、まあ、オフィスコンピューターはそういった時代の流れについていけなくて、オフコンピューターがなくなってしまったということでございます。うん、まあ、非常に日本にユニークなコンピューターだったんですけども、残念ながらこういう時点で消えざるを得なかったということですね。次があのミニコンピューターですね。ミニコンピューターっていうのはあのアメリカの MIT のリンカーン研究所のケネス・オールセンが1957年に設立しましたデジタルエクイプメントコーポレーション、DEC という会社で1965年に発表したPDP-8 が最初であります。で、この PDP-8 っていうコンピューターが非常に好評でですね、産業制御、通信制御、科学技術計算など広い分野に利用されまして、まあ、5万台という台数が売れたというふうに聞いております。で、そういうふうに商業的に大成功したもんですから、これがミニコンピューターという一つのカテゴリーが確立すると同時に、また各社もですね、これを追いかけてミニコンピューターの開発が進められました。で、DEC はその後もミニコンピューターの代表メーカーとして残ったわけですけども、京都コンピューター学院では利用された PDP-8 の1号機、これがありまして、まあ、歴史的なシステムということで、行政技術遺産にも認定させていただいて、今、京都コンピューター学院に展示されております。これがその操作パネルとか、この中のパッケージですね。こちらありますけど、こういうものを直に見ることができて、非常に貴重だというふうに思います。で、日本ではですね、日立がハイタック10を出しましたし、富士通のファコムがある。NEC の200M4 というのはミニコンピューターを出しまして、
沖電機は沖タック 4300C というミニコンピューターを発表しました。でこれは全面的に IC 化してテラワンプ並みでの大きさに収めたということで、演算速度も毎秒24万回ということで、中型コンピューター並みの性能を持ってたんですけども、これの基本システムの価格が360万円。つまり当時1ドル360円だったんで、1万ドルコンピューターというふうに呼ばれまして、まあ、コストパフォーマンスがいいということで、好評だったものです。で、京都コンピュータ学院では、1979年にこれを導入しまして、これを社内で使う、院内で使ってたんですが、そのシステム一式が保存、展示されております。中央処理装置とかですね、磁気テープ装置、磁気ディスク装置、紙テープリーダーと一式ありまして、まあ、ミニコンピューターの進歩した形がどんなだったかということが分かって非常に貴重な展示だというふうに思います。で、アメリカではこのミニコンピューターはですね、ビジネスにも使われたんですが、日本ではオフコンがそういうビジネスの小型コンピューターの領域をカバーしてましたんで、オフコンがこの分野をカバーしたという日本ではあまり使われませんでした。で、その後も各社から高性能のミニコンというのが随分出てきましたけども、やがてミニコンの存在意義というのはなくなった。なぜかというと、マイクロプロセッサーがですね、非常に高性能化して低価格になってきたということで、わざわざミニコンでなんか組み込みのシステムを作るような必要性がなくなってしまったということと、ミニコンそのものもですね、その CPU に汎用のマイクロプロセッサーを使うようになったと。まあそんなことからですね、ミニコンの存在がなくなって、まあ、存在していないということであります。まあ、そんなコンピューターがいろいろありました。それから次がパソコンですけども、日本、ちょっとパソコンの歴史を振り返ってみますと、日本ではですね、今はビジコンって言ってますけど、日本計算機販売というところが、電卓を OEM で作ってて供給するという事業をやってたんですが、電卓に対して各ユーザーからいろんな細かな機能の変更とか追加があって、その都度ハードウェアを作り直すのは非常に大変だということを経験しておられました。それでそこをですね、ソフトウェアでカバーできるようなロジックのチップを作れないかということを考えまして、これをインテルに持ち込んで、インテルに提案し、インテルと一緒になってソフトウェアを使えるそういう、つまりマイクロプロセッサーですね、プロセッサーのチップを作りました。で、これに、日本からは島雅俊さんが参加されて一緒にやられたわけですけども、非常にビジコンの非常な貢献があって、これインテルと一緒にこのチップ、インテルの4004というチップを1971年に完成させたわけです。それでビジコンではですね、これを使って1971年10月にここの写真にあるような電卓を作りました。ビジコム 141PF というプリンター付きの電卓を、このプロセッサーを使って開発したわけですが、インテルはですね、まあ、このマイクロプロセッサーの将来性を見てですね、これは将来性があるということで、実はこの販売権をこれビジコンが作ってもらったものですけれども、その販売権を全部買い戻して、自分のところのプロセッサーとして一般にも販売するようにしました。で、その後ですね、これを8ビット化して、インテルの8008とか、74年にさらにその上位の8080というようなマイクロプロセッサーを次々と開発して、高性能化していったわけです。で、それを使って、パーソナルコンピューターを作ろうという動きも世の中に出てきまして、パソコンのブームが始まったということであります。ですから日本は非常にこの分野でですね、マイクロプロセッサーの開発ということで非常に貢献したという
ことが言えると思います。それで日本ではですね、1974年にソード、東芝パソコンシステムがインテル8080を使ったマイクロコンピューターをもう5MP80 というのを出したのが発表、最初のパソコンだそうですが、1976年には NEC がですね、技術者トレーニング用に8080互換のチップを使ったワンボードマイクの TK80 というのを出しました。で、これは、値段が88,500円という、当時のパソコンなんかに比べたら画期的に安かったんで、一般のマニアにまで人気が出まして、広く売れて、これがマイコンブームの先駆けになったというふうに言われております。それから、78年になりますと、日立がベーシックを搭載したパソコン、ベーシックマスター MB6880 というのを発売しまして、これは今、国立科学博物館で所蔵されております。それからシャープがですね、技術者トレーニング用のキットとして MZ80K というのを創造、製品化しました。で、これはまあ、いろんなユニークな機能があるんですが、一つはですね、ベーシックのインタープリッターをロムじゃなくてカセットテープで外から読み込めるようにしたということで、自分とこのソフトや OS だけじゃなくて、サードパーティーのソフトも使えるようにしたということが非常にユニークなところでありまして、人気を博して、広く使われたというふうに聞いております。それでこの貴重なパソコンがですね、KCG 資料館にもあります。で、今保存展示されておりますので、まあこういう初期のパソコン、どんな形だったか、このブラウン管がついたパソコンなんて今見ることないと思いますが、非常に貴重な資料が保存されているということで。それから、1982年には NEC が PC9801 というパソコンを出しました。で、当時は日本語処理のために漢字ロムを、漢字の処理が必要でですね、ここには漢字のロムを内蔵してましたし、それからフロッピーディスクとかハードディスクも搭載しているということで、非常に機能も高かったんで、人気を博しまして、その後ですね、長らく日本のパソコンの国内市場を独占しました。ですから、まあ、ここに来られている方もご存知の方多いかと思いますが、その後ですね、1983年ぐらいになります、もう16ビットの時代になりまして、シャープ、MZ5500 とか、沖電機の IF800 とか、いろんなコンピューターが発表されましたし、1987年以降になりますと、今度32ビット機が出てきまして、富士通の FM タウン。これはCD ロムドライブを世界で初めて搭載して AV 機能を強化したパソコンですけども、まあ、そんなものが出てきたということで、パソコンは花盛りになりました。で、こういう状況を見て、IBM もパソコンの市場に参入してきました。1981年に IBMPC を発表しました。で、これ、インテルの8080パソコン、マイクロプロセッサーを使っているんですが、で、8月になるとですね、PCAT というのを発表しました。で、この PCAT の重要な点はですね、インターフェース情報を開示したということなんですね。それまでのパソコンは、インターフェースの情報は開示してなかったんですけども、公式にこのインターフェース情報を開示しましたので、他社がこの PCAT 互換機を正式に公式に作れるという状況になりまして、実質的これがみんなどのメーカーもそれを競ったものですから、みんな PCAT 互換機を作って出すようになりまして、実質的にこれが世界の標準機になりました。で、そういう状況の中で、この PC9801 の独占というのも崩れてしまったということです。ノートパソコンという分野がありますけれども、
1985年にドイツのハノーバーメッセでですね、東芝世界で初めてのラップトップパソコンの T の1100というのを発表しました。これがその資産ですが、この情報処理技術資産になってました。東芝未来科学館に展示されています。で、その後ですね、1989年には世界初の A4 ファイルサイズのノートパソコンでダイナブックというのを東芝が出しまして、これが世界的にヒットになって、2000年頃まで世界市場でトップの座を占めたということです。ですから、このようにパソコンの小型化が軽量化では日本が非常に大きな貢献をしてきたというように思います。で、日本のパソコンの場合はどうしても日本語処理が必要なんで、それには専用の ROM を搭載していたんですけども、マイクロプロセッサーが高性能になってきたことで、ソフトウェアでこれを変換できるようになりました。ですから ROM がいらないということで、全部それをソフトウェアで処理するような OS、IBM の DOS バージョン J4.0V というのが1990年に発表されまして、マイクロソフトからもそれを、MS-DOS5.0V として販売されましたので、各社がこれを使ってPC-AT 互換機でこれを使えるようになったということで、DOSV が主流になりました。で、一方、1995年にはマイクロソフトが Windows 95を発表したということで、マルチメディア機能、ネットワーク機能が実現されて、まあ、こういったこともあって、Windows が実質的な世界標準になって、まあ、現在に至っていると。以上ですが、最後に少し明るい話題としてスーパーコンピューターのことに触れてみたいと思います。これは黎明期というかなり最近に近い話になりますけども、スーパーコンピューターというのは普通のコンピューターとは桁違いに性能が高いコンピューターということで、古くからこうそういうコンピューターいろいろありましたけども、商業的にもですね、世界最初のスーパーコンピューターと、まあ、言われているのが、クレイ1という1976年にアメリカで発表されたコンピューターであります。で、それを受けて、日本でもスーパーコンピューターの開発が各社で進められまして、1983年には日立がハイタック S810 のモデル20、それから1985年には富士通が VP400、1985年には NEC が SX2 というそういうコンピューターを開発し発表しました。で、非常にこれ高性能で価格も安いということで、世界中に出せるとアメリカにも売り込めるということでやったんですけれども、実はアメリカの1985年に米国の研究所でスーパーコンの入札があって、NEC がスーパーコンに落札したんですけども、ね、議会の圧力でこれがダメになったということがあり、その後もですね、日本製のスーパーコンには高い関税をかけて輸入できなくするというようなことがあって、まあ、貿易の障壁に悩まされた製品であります。で、これはみんな実際のもうシステムとしては大きすぎて残ってないんですが、部分的にしたもの、部分的な装置が各社で保存されておりまして、この写真にあるように、ものによってはこういうパッケージだけですけども、ね、こういった、まあ、それぞれのところで保存され、展示されております。で、そういう中で日本の、まあ、そう力を発揮するしたコンピューターの一つが地球シミュレーターっていう。コンピューターですね。これは地球の温暖化とか地殻変動の地球規模でシミュレーションするためのコンピューターとして開発されたわけですけれども、これは2002年の6月にリンパックのベンチマークで実行性能が 35.86 テラフロップスっていうのは達成しました。
トップ500というのはスーパーコンピューターの性能のランキングが半年ごとに発表されるんですが、そのランキングの中でトップになったということで、6月に、トップを、この性能を出してトップになりました。35.8、フロップスというのは、不動小数点の演算、毎秒の不動小数点の演算の回数を示す単位ですけども、35.86 テラフロップスというのは、まあ、数字で書くとこんな感じになりまして、35の後に、0が12個つながるような、そんなすごい数の計算をできるというコンピューターであります。で、クレー1ってさっき言いました、クレー1が160メガ、日立の810が630、ワコムが1140、ユニシが1300メガフロップスです、まあ、数字のとこんな感じになるんですが、これと比べてもですね、この地球シミュレーターの性能というのは、まあ、桁違いだと、まあ、1000倍ぐらいということですかね、100万倍ぐらいという、1000倍か、1000倍ぐらい早いということになります。そういうコンピューターで、これは地球温暖化の予測とか地球内部の変動の研究によく使われまして、大きな成果を上げております。でただ2015年からはですね、第三世代のシステムに置き換わっております。その次に出たのが、文部科学省が推進した革新的ハイパフォーマンスコンピューティングインフラの構築のプロジェクトで、これは理化学研究所と富士通の共同で開発しました。で2012年6月に運用を開始しまして、2011年にですね、世界で初めてペタフロップスという1秒間に1教回の演算ができるというコンピューターができまして、やはり先ほど言いましたスーパーコンのランキングでトップになって、2期連続でトップの座を占めております。で、10ペタ1キロというのはどのくらいかというと、こういう10の後に3が15個0がつながるような、そんな数の計算が1秒間にできるということで、まあ、どんなにすごいコンピューターかお分かりいただけると思うんですが、まあ、これは威力ですね、生命科学とか医療、材料開発とか防災、減災、ものづくり、宇宙などの研究に使われまして、今までに利用者は延べ1万1000人、利用企業は200社以上ということで、広くアカデミアだけじゃなくて産業界でも利用されたコンピューターです。で、2019年8月にシャットダウンされまして、後継機のスーパーコンピューターの富岳というのに変わりました。で、この、まあ、富岳は、まあ、最近の話題で皆さんもご存知かもしれませんが、ね、これは、やはり理化学研究所と富士通が共同で開発しまして、2020年から試行が始まりました。2020年の6月以降ですね、4期連続で、世界のトップの性能を維持しております。でどのくらいの性能かというと、442ペタフロップス。つまり数字で書くとこんな感じなんですけども、これ、各社と比較してみますと、日本のが 44.2 ですけども、2番はアメリカのサミットというシステムで148。3番目がシエラという米国のシステムでやっぱり94。4番目が中国になるんですが、こういった2以下にですね、2倍から3倍の2と3倍ぐらいの3倍近い性能差を持って今のところ1時を続けております。ですから今日本のスーパーコンの技術というのは、まあ、今世界に誇れるレベルにあるということができると思います。これも11月になると次のトップ500のまた発表があると思うんで、そこでどうなるかっていうのは今まで分かりません。世界各国必死になってこれをまあトップを取ろうということでやっておりますので、
米国も中国もすごい力を入れてますから、11月どうなるかというのは分かりませんけども、今のところは日本がトップにいるということで、まあ、日本が誇る技術の一つだと思っています。その後ですね、コンピューターの発展というのは、ネットワーク技術とか情報産業、その他、AI だとか SNS だとかいろんな新しいこと出てきまして、激変しておりますけれども、まあ、日本がそういう分野で全部最先端を進んでいると必ずしも言えませんけれども、まあ、過去にはこれだけみんな頑張ってやってきたということを例にしてですね、若い人たちにもぜひこれから頑張っていただきたいなと、そういうことにチャレンジしていっていただきたいというふうに思う次第です。で、情報処理学会としてもですね、こういった歴史の経過を次世代につないでいくということで、引き続き活動をやっていく所存でありますが、ぜひ皆さんのご理解、ご協力を得られればありがたいと思います。どうも今日はご清聴ありがとうございました。